にせよ、ニケです。今日もやってきました、新大久保です。今日新大久保に行こうと思ってる新しいお店はですね、4月7月ぐらいかな、まあ夏ぐらいにねできたんですけど、海鮮韓国料理屋さんがあるんですよね。なんでも刺身とか置いてあってね、でそれがなんだろう、ポチャ感覚で来れる海鮮韓国料理みたいな、そういうコンセプトだそうです。だからね、居酒屋みたいな感じですね、雰囲気。あ、ちなみにこのチメキンさんなんですけど、ここも新しくできます。でもいつできるかわかんないんですよね、気になってる。で今回行くところはその近くにあるお店です。それがこちらです、トシオブさんです。ここでね、水刺身っていう韓国料理を食べていきたいと思います。僕もね、また食べたことない料理なのですごい楽しみなんですけど、それでは早速食べに行きましょうか。かじゃー、入店しました。こんな感じで、まあ、居酒屋という雰囲気は別にないんですけど、その実態は居酒屋だそうです。ちなみに店内 BGM はずーっとバンタンでした。YouTube のプレイリストかなをずっと流されてる感じ。そしてメニュー見ていきましょうか。今回はこのランチメニューの中から選んでいきます。カンジャンケジャンとかヤンニョムケジャンとかね、まあ、海鮮をメインに扱っていて、そこに丼もんとかサムゲタン、普通のチヂミとかも、チヂミじゃないかチゲとかもねあるみたい。この海鮮カルクス美味しそうで、今回食べるのはこの水刺身1480円のやつ、これを食べていきます。でね、他グランドメニュー見てた、これ2万円の刺身盛り合わせ、これの近いやつ頼んでる人いたんですよ。すごかった。驚愕的な大きさでね、本当にすごかったです。びっくりしました。もしね、複数人で来られた方はね、ぜひさっきの屋台盛りの刺身頼んでみてください。高いけど。あとね、意外に揚げ物とか炒め物とかあってね、種類も豊富なんですよね。まあいいお店なんじゃないかなって感じた。おかずは6品登場します。ししとうみたいなやつと、あと角的と追いキムチ、あとね、じゃがいもの煮付けと、あとこれナスかな、あとはもやしの6品です。で注文した後に気づいたんですよ、アワビ生タコ入りのサムゲタン、なんじゃこれはと思って、これ食べてみたかった。そして水刺身の登場です。もうね、見た目がすごい、そこら辺で食べる海鮮丼なんかよりあるんじゃないのって思った。身がだいぶ丼でかいです。これをね、もう下の方からどんどん混ぜ混ぜして食べてくださいって言われたので、もう混ぜていきます。なんかね、野菜とか、あとね、いろいろエゴマの葉かとか入ってる、そういった料理になってて、でスープはね、甘酸っぱい、甘辛いか、甘辛くて酸っぱいスープになっている。まあそれを、まあ、刺身とかがいっぱい乗せてあって、で一緒に食べていくみたいな、なんかそういった韓国特有の料理だそうです。こんな感じでね、もう思いっきり豪快に混ぜて、で食べていきます。チャーモッケスミだ。先ほどもお伝えしたんですけど、この水刺身は、まあ、甘酸っぱいじゃなくて甘辛いか、もう一回間違えちゃった。甘辛いスープで、まあ、酸っぱさもあるものに対して刺身をドーンと乗せたような感じ、野菜とかね。これをご飯で豪華に食べます。これがね、すごく美味しかった。刺身自体もね、まあ、てかこのスープ自体がすごくひんやりしてて、刺身ももちろんひんやりしててね。で、新鮮なのかね、すごい口の中で生き生きしてるんですよね、刺身が。みずみずしくて弾けるような感覚が、それをあったかいご飯と一緒に食べるのが本当に絶妙に美味しい。僕実はですね、韓国料理の刺身というのも初めて食べたんですよ。海鮮料理って、まあ別に韓国に限らずなんですけど、お値段高いじゃないですか。だからね、あんまりね、そんな気軽に手を出せないんですよね。で特にね、韓国で海鮮扱ってる場所、海鮮専門店みたいなとこって、まあ、結構ね高いんですよね。まあまあ高くてね、で複数人で来るのが前提だからね、余計高くてね、一人であんまり行けないんですよね、海鮮料理食べに行くことって。だからね、ここはね、そんな海鮮料理屋さんの中でもまだはね、リーズナブルな方でね、料理提供してくれてて、かつね、鮮度も高くてね、なんかイケスとかあったんですよ、ちゃんと。だからね、本当に新鮮な魚扱ってるんだと思います。本当にね、美味しくて新鮮な刺身を食べれるお店に、そして気軽に行けるっていう場所ですね。ちなみにこれね、何のソースなんだろうと思ってね、とりあえず一回違うお酢に出しました。僕ね、なんか辛さ軽減させる甘いクリームソースなのかなと思ってね、思いっきりこれつけるんですよ、ペッチャーって。そんなつけなかったかな。でこうパクって食べてね、気づいたんですよ、速攻、あ、わさびだって。わさびを食べる準備をしてなかったので、思いっきり鼻にきましたね、あの時。でめっちゃ痛かったです。まあ、わさび自体ね、僕好きなので全然食べれるんですけど、でもね、この水刺身なんですけど、甘辛くて酸っぱい、まあ料理なんですよね。ただね、まあそこはね、もうね、お決まりの通り、韓国の方の甘くらいっていう基準なのでね、普通に日本の方にとっては辛いです。まあ確かにね、甘辛いっていう表現はしても大丈夫なんですけど、まあ全然ね。ただね、辛さ結構強いですね。結構辛くてね、だんだんね、あ、
辛くなってきたっていうのが感じてきてね、最初の方はねもうその見た目とか新鮮な魚とかその美味しさにねもう全然夢中になってて気づかなかったんですけど、だんだん食べてきて慣れてきたらめちゃくちゃ辛いっていうのに途中で気づきました。そこにねあのわさびをつけて食べたもんだから余計にね辛く感じましたね。だからねあのこれはね辛い料理食べれない人には多分無理な料理だなと思ってます。まあ逆に辛いの全然いけるみたいな辛い料理も好きですよっていう方にはあのおすすめできる料理ですね。まあ海鮮料理なのに辛いものを食べれない人には無理っていうのはちょっと酷だと思うかもしれないんですけど、まあ韓国料理などねそこはご了承くださいませ。で野菜なんですけどね入ってる、まあ、普通にサラダなんかサンチュっぽいのがサラダとか入ってるんですけど、あのエゴマの葉がね結構入っててエゴマの葉がすごいいいアクセントをしてくれるんですよ。エゴマの葉ってなんか香ばしいような風味あるじゃないですか。あれがもうダイレクトにスープの中から漂ってきてなんかねまあ辛いっちゃ辛いんだけどやっぱりでもねその辛さをちょっと緩和してくれるような風味は出ててね、あこれすごくいいなと思って食べてた。でもエゴマの葉のその風味がちょっと強めっていう部分はあったので、まあ、そこがもしかしたらね好み分かれるポイントになるかもしれないです。あとねリンゴ入ってたんですよ。あの細いきんぴらごぼうみたい、きんぴらごぼうっていう表現は違うな、なんか細いなんか長細いやつがポン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 って置いてあるんですけど、あれ全部リンゴなんですよ。果物が入ってる料理は嫌いみたいなもう多分論点あると思うんですけど、いますよね多分僕の視聴者さんの中にも果物が入ってるやつあんま好きじゃないみたいな方いると思うんですよね。まあ、僕はあの果物入ってても全然いけるタイプなので、むしろあの好んで食べれるので、まあ、今回はねこの料理にあのリンゴ入っててよかったなってぶっちゃけ思ってる。辛かったから。ただね辛いんですけど、辛いんだけどねもう刺身が本当に美味しいんですよ。刺身ってこんなに弾力あったっけって思うぐらいねもうしっかりした歯ごたえを持ってますね。やっぱり新鮮なんでしょうね。新鮮じゃないとなんかふにょふにょのビニョンビニョンのべちゃべちゃした刺身なんかそんなイメージあるんですけど、もうそんなことなかったですね。ここのは本当に美味しい。これで1628円です。普通にのランチからしたらちょっとお高めのランチかなとは思うんですけど、まあ、海鮮でかつねこれ本当に量多いし豪快に刺身も入ってるし、でおかずもね6品出てくるんですよ。だからねもう全然1628円払っていいなって思えるランチですね。あとおかずがねあの美味しい。僕あの見た目からもこれ美味しいわって思っちゃったんですよ。すごいね味がしっかりついてるようなそんな見た目をしてたんですよ。でいざ食べてみるとやっぱりねしっかりとした味がついてて本当に美味しかったおかずが。僕実はですねここのお店食うのをちょっとひよってたんですよね。看板の色がですねあの黄色と青が強めのコントラスト強めの色してたんでね、なんかねあの美味しい雰囲気全然伝わってこなかったんですよ。なんかちょっとひよってたんですよ来るの。ただねいざ来てみたらねあのそんなこと全然ない、むしろ早く来ればよかったって思うほどここはね絶賛ですね。気軽に来やすい韓国海鮮を食べに来たいみたいな、そんな時に思いっきり使えるお店だなって実感しました。チャームが進みだ。すごく美味しかったです。本当に満足でしたね。最近の満足度の中でもかなり高めの満足度でしたね。途中であったサムゲタン、アワビと生タコ入ったサムゲタンか。もうね、すごく食べてみたいなと思いました。でもなんか小さい方にしたりね、イメージとは違うかもしんないです。っていう注意文もあったので、まあ、実際写真のイメージとは違うかもしんないので、そこだけはね、しっかり、ですね。で、初めて水刺身食べてみて、やっぱりね、すごく良かったなって、こんな料理あったんだって思うぐらいね、本当にいい経験でしたね。なんか、チェジュ島とか、新鮮な魚取って、それを刺身にして、あんな感じで野菜とスープ入れて食べるみたいな、そういった料理みたいなんですよ。なんか、チェジュ島とか行ったらね、食べれるみたいです。まあ、もちろんソウルとかでも食べれると思うんですけど、その、海岸沿いとか海辺の町とか行った方がより美味しいものを食べれるだろうなと思います。まあもちろんねこれは韓国での話だからね、早く行けるようになるといいですね。それでは今日は新大久保にあるとしおぶさんの水刺身のご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。インスタグラムに詳細まとめておきますのでぜひ見に来てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。アンニョー。